こんばんは。どうもこんばんは。皆様12時までやるか分かりません。12時までやらないかもしれません。すいません。今日は手をつなぎながら公演でした。来てくれた人ありがとうございました。配信で見てくれた人もありがとうございました。どうもありがとうございました。今日の試合まだ見れてないんだよね。この後寝る前に見ます。明日はついにライブドラゴンズの公開収録があります。なので楽しみです。とても緊張していますが楽しんだ方がいいと思うので楽しみたいと思います。めちゃめちゃ緊張しているんですけれども、あります。そう、そう、楽しむのが一番ということで、楽しむのが一番ということで楽しみたいと思います。明日は11時からなのでカープもフィピも見れて最高の休日でございます。ねえ、来てくれてた。そう、明日イオンモールであります。イオンモールであります。名古屋ドーム前。そうなんです。なので頑張りたいと思います。今日は電車で元広島の下鶴選手と前田智則選手でプニカリオン、すごい。そう、今日はとりあえず手をつなぎながら公演ありがとうございました。来てくれた人も見てくれた人も嬉しかったです。ありがとうございます。久しぶりの頭痛だったのでめちゃめちゃ疲れたんですけど楽しかったです。今日はな、若い子しかいなかった。今日は9期と10期と11期っていう若い期しかいない頭痛だったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございました。明日はライブドラゴンズなのでよろしくお願いします。
はい、今日朝ツイートもしたんですけど、カープファンの人もそうでない人も来て楽しんでくださったら嬉しいなという感じでございます。はい、全然ね、私のファンだからといってカープユニフォームを着てこなくて全然いいので、それぞれおのおの好きなチームの、しかもなんならドラゴンズでも、ドラゴンズでもカープユニフォームじゃなくても全然違うチームのユニフォームでも全然いいので、自分の好きなチームのユニフォームを着て、ぜひ公開収録を聞きに行ってくれたら嬉しいなと思います。私のファンだからといってカープファンである必要はないので、そうです、みんなそれぞれ好きなの応援してユニフォーム着るなり普通の私服でも何でもいいんですけど着てくださったら嬉しいなって思います。どんな服じゃない、どんな会場なんだろう、私はまだ分からなくて、多分中でやるのかな、そう、どこでやるんだろう、どこでやるかがね分からないんだよ私も。でも中でやるのかな、イオンモールの中にさ、でもラジオ局みたいなないよね、あの中に。どんな感じなんだろうな、ちょっとなんかイベントスペース的なところでやるんかな、全然分かんないんだよね。そうだよね、なんか、はんにゃはんにゃはんにゃだよね。セントラルコートだって、セントラルコートってなんだっけ、セントラルコートってなんだ、ちょっと調べてみよう。セントラルコートってなんだ、イオンモール、イオンモール名古屋、セントラルコート、やっぱ、あーなるほどね、はい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 、うん、イベントやるみたいな感じのところですね。そうだ、イベントスペースみたいな感じでちょっと設置してやるのかな、この感じだと。そうだよね、吹き抜けになってるから2階や3階からも見る、はずはず、そう、そうだよね、そういう感じだよね。本当だ、そうですね、うん、なるほど。なるほど、そうらしいです。そこに明日の11時から12時までの1時間、1時間おりますので、皆様ぜひね、そう、観覧無料だよねあれね、多分ね、そうなのでぜひ見に来てください。ぜひお時間が合うある人はね、まあない人とか遠方からいらっしゃる方もいらっしゃると思うので、そういう人はね、まあ後ほどの収録されたものをねラジコで聞いてくれたら嬉しいなって思うんですけど、来れる方はぜひね現地に来てくださったら嬉しいなと思います。嬉しい、名古屋でこんな野球のお仕事できると思ってなかったのでめちゃめちゃ嬉しいし、すごくいい機会だなって思うから楽しんで、やっていきたいと思います。はい、なのでね、それぞれみんな予定あると思うんですけど、11時からなんかね、その日は何部か3部ぐらいに分かれてね収録があるんですけど、私とくまさんが出る回は一番最初の11時から12時までの回、その後もなんか続くんですけど、そこでの収録は私とくまさんが出るのは最初の朝の11時から12時までの
1時間だけなので、間違えないように来てください。ちょっとだけ朝早めなので、そうちょっとだけ朝早めなのでね、来てくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。今日もう明日があるんで、ちょっと45分ぐらいになった、あと5分ぐらいやったら終わろうかなって思うんですけど、はい、ちょっと明日朝早いんでね、はい。今日の声入ってました。ふさん楽しそうに踊るなって思いながら見て、嬉しい、ありがとうございます。たくさん応援していただけたら嬉しいです。アーカイブもあと20分ぐらいで上がるのでぜひアーカイブも見ていただいて、そう、もうとにかく楽しんで、またいつかね、これが一回きりで終わらないように、またいつかこういうラジオのお仕事をできるようにはたまた次は実際のね試合を見ながらラジオできるような、まあ、須田さんが一回やってたんですけど、まあね、別にそのね、その道のプロじゃないから解説することはねできないですけど、なんかこの前内藤哲也選手、プロレスのもうなんかカープのホーム戦で実況席に行って、ゲストみたいな、実況ではないけどゲストみたいな感じで、そうちょっと野球について話してみたいな、そうそういう感じでね、解説席のところでゲストで呼んでいただけられるようになればつながるといいなって思いますし、なんか他にも野球のお仕事、もう今回は本当にね2じゃないよから飛び出してね、本当に結構特例的なことだと思うので、そうなんですよ、本来ならねドラゴンズファンのね子が呼ばれたりすることが多いと思うんですけどね、そこにカープファンとして呼んでいただけたっていうことはすごくチャンスだと思うのでね、ここからね、それこそいつもは SK ファンの人とかアイドルファンの人がねラジオ聞いてくださってると思うんですけど、明日のラジオはもしかしたら全然アイドルのことを知らない人、もうシンプルに野球ファンの人が野球の知識を取り入れるために聞いたりする番組だと思うので、ドラゴンズファンの人とかね、だからいつもとは違う視聴者さんだと思うので、そういう方々にも知っていただけるように、そしてどこかでこの放送を聞いている有識者の人たちに私という存在を知っていただけるように、そしてはたまたソレイユカープや始球式につなげられるように頑張っていきたいと思います。一個一個、そう一個一個、一個一個頑張っていきたいと思いますね。ちょっと目指せ始球式なので、こういう一個一個がね始球式につながると信じてね、頑張って行きたいなと思いますので、とりあえず明日は頑張ってきます。そうめっちゃ頑張って、かつ楽しんで、そしてめちゃめちゃ上がらないように頑張りたいと思います。落ち着いて話したいと思いますそう今日まだ今日の試合見れてなくて、鉄のだったので、いや今日行けたらねよかったんだけど、まあ仕方ないですね、もちろんお仕事が優先なので、それはお仕事もやらなきゃいけないから、そうちょっと今日ちゃんと見て試合、今からちょっと夜遅くなるかもしれないんですけど野球見て寝て明日に備えます。だから今日は12時までやりません、45分ぐらいまでやったら終わります。そしてまた明日配信しますね、できたら。今日は結構スリリングな展開ですよ。え、そうなの？何がスリリングだったの？
スリリングだった。何がスリリングだった。あーホームランめっちゃ出るやん。中日3人もホームラン出たんだ。え、すごっ。てっきりメイク中に試合見てるのか。いや、全部は見切れないですね。メイク中って言っても見れないですよ。みんなが思ってるより裏は結構そう。見てましたけど、見てましたけど全部は見てないので本当に細切れです。リハーサルもあるし、着替えもあるし、写真撮影もあるし、その見てたんですけど、あの8回とかそんな見れてないです。そのスリリングの場所も見れてないです。全然見れてないです。そう、公演前は忙しいのでね。今日はそして早かったので、開演がマジで時間なくて、マジ時間ないな。みんな時間ないって言ったけどマジで時間がなかったんで、今から見ます全部。はーい、ということで明日頑張りますので、あの来られる方、はもし来られる方がいたら気をつけて来てください。ふっぴさんは明日のお勉強がまだあるので、もう終わりにしてさっさと野球を見たいと思います。明日に備えて、はい、明日は本当に夢に見た嬉しい仕事なので、頑張って明日朝早く起きて頑張りたいと思います。なのでみんな気をつけてくださいね。来られる人は、来られない人はまあ後日あの配信放送されるライブドラゴンズを聞いていただいて楽しんでいただけたら嬉しいなというふうに思います。それではふっぴさんもう今日終わらないと、もう勉強しないといけないので終わります。みんなまた明日会いましょう。ではおやすみなさい。バイバーイ、バイバーイ。